フランソワ・フィオン内閣は、フランソワ・フィオンが首相に任命され、2010年11月14日から2012年5月10日まで続いたフランスの内閣である。フランス第五共和政下における34代目の内閣であり、ニコラ・サルコジ大統領政権下における3番目かつ最後の内閣である。2010年11月13日に第次、 フィヨン内閣は、総辞職した。翌14日、サルコジ大統領は、フランソワ・フィヨン前首相を首相に再任して新たに、組閣を命じ、第三次、フィヨン内閣が成立した。同日、サルコジ大統領は、フィヨン首相の提案に基づいて、新閣僚を任命し、同日20時15分、エリゼ宮殿前において、クロード・ゲアン大統領府事務総長が、 閣僚名簿を発表した。また、閣僚名簿は11月16日の官報に掲載された。2012年大統領選挙におけるサルコジ大統領の敗北を受けて、2012年5月10日に第3次フィヨン内閣は総辞職した。ただし、新大統領による新首相の任命まで第3次フィヨン内閣は 通常の職務を遂行することとなった。5月15日に、フランスはオランドが新大統領に就任した。同日、オランド大統領は、ジャンマルク・エローを新首相に任命し、第一次、エロー内閣が成立した。2011年2月27日、チュニジアのジャスミン革命時の対応をめぐって、論争となり、ミシェル・アリオマリー国務大臣、外務、 ヨーロッパ問題大臣が辞任した。アリマリーの後任には、アラン・ジュペ国防、退役軍人大臣が任命され、ジュペの後任には、ジェラール・ロンゲ元老院国民、運動連合会派会長が任命された。ブリスオルトフ内務、海外圏、海外領土、地方自治体、移民大臣が辞任し、後任に、クロード・ゲアン大統領夫事務総長が任命された。 2011年5月29日、ジョルジュトロン公務員担当副大臣がセクハラで告訴され辞任した。2011年6月28日、クリスティーヌ・ラガルド経済、財務、産業大臣が国際通貨基金の専務理事に選出されたのに伴い、翌6月29日に内閣改造が行われた。ラガルドの公認には、フランソワ・バロアン予算、公開刑、 公務員、国家改革大臣、政府報道官が任命され、バロワンの公認として、バレリー・ペクレス高等教育、研究大臣が、予算、公会系、国家改革大臣、政府報道官に、フランソワ・ソバデが公務員大臣にそれぞれ任命された。ペクレスの公認には、ローラン・ボキエヨーロッパ問題担当大臣が任命され、ボキエの公認には、ジャン・レオネッティが任命された。 また、ティエリー・マリアに運輸担当副大臣が運輸担当大臣に昇格した。さらに、マルク・ラフィヌールが国防、退役軍人大臣付副大臣として、ダビド・ドゥイエが在外フランス人担当副大臣として、クロード・グレフが家族担当副大臣としてそれぞれ入閣した。2011年9月25日、元老院議員選挙が行われ、左派勢力が勝利を収めた。 翌9月26日に内閣改造が行われ、シャンタル・ジュアのスポーツ大臣が元老院議員としての職務に専念するため辞任した。後任にはダビド・ドゥイエ在外フランス人担当副大臣が任命された。2011年9月28日、ドゥイエの後任としてエドアール・クルティアルが在外フランス人担当副大臣に任命された。 2012年2月22日、大統領選挙に臨み、ニコラ・サルコジ大統領のスポークスマンでもあるナタリー、コシウスコモリゼエコロジー、持続可能開発、運輸、住宅大臣が辞任した。エコロジー、持続可能開発、運輸、住宅大臣の職務は、フランソワ・フィヨン首相が兼任することとなった。また、ウノワ・アパリュ住宅担当副大臣が、 住宅担当大臣に昇格した。ありがとうございます。